圧縮空気車は圧縮空気を空気エンジンの動力とする圧縮空気推進の自動車である。単に空気自動車とも走行中に空気以外の排気ガスを出さない。タタモーターズ、MDI を含む複数の企業で試作車の開発が推進されている。ただ、MDI ワンキャット内燃機関のガソリンエンジンや ディーゼルなどの動力は燃料と混合して燃焼により膨張したガスでピストンを駆動させることにより発生する。対して空気自動車の動力はタンクに貯蔵した圧縮空気をそのまま膨張させることによりピストンあるいはタービンを駆動させることにより発生する。圧力レギュレーターを必要とする。車体を軽くできる。高価な素材をほとんど使わない。 電気自動車のように電池や電動機に使うレアメタルが不要走行時の CO2、NOX 排出量がゼロ。製造コストが安い。既存技術の組み合わせだけで実現できる。現状の電気式、エアコンプレッサーを使って圧縮空気を作る場合は、エネルギー効率がガソリン車より少し良い程度で CO2 排出量の削減に大きく貢献するとは、言い難い。 エネルギーコストとして見た場合、日本では電気でコンプレッサーを動かして圧縮空気を作る場合、ガソリン税などの税金まで含めたコストとしてみれば、同じエネルギーを得るのに必要なコストはガソリンより安くなる。現状のタンクでは、航続距離が 200km 程度であり、航続距離を伸ばすためには、圧縮空気スタンドの普及、圧縮空気タンクの拡大、複数化や、 小型内燃機関とのハイブリッドにする必要がある。日本の場合、ンパ以上の圧縮空気は、高圧ガス保安法により、高圧ガスとして扱われ、空気を充填する作業が、高圧ガス製造とみなされる。圧縮空気スタンドは、高圧ガス保安法による、法規制を受けるため設置場所が限られ、高圧ガス製造保安責任者が必須となる。 圧縮空気タンクの定期点検が必要となる。高圧ガス装置となるためメンテナンスには普通の自動車整備士とは別の資格が必要になり、整備技術者の確保が問題になる。交通事故などで車が爆発して搭乗者や周囲の人間を死傷させる危険性がある。30ン波の圧縮空気が充填された高圧ボンベが破裂した場合は、 爆弾のように爆発する危険があり、高圧空気タンクの爆発による死傷事故は実際に起きている。気温による影響が大きい、気温が上がると空気ボンベの内圧が高くなり危険なため、圧力を逃がす安全装置が必要になるが、これでは燃料が勝手に漏れていくことになる。逆に気温が下がるとボンベの圧力が落ちて、航続距離が低下する。 行動を走る上で必要なメーター、投下類や、車内の冷暖房装備などに回せエネルギーの余裕が小さく、来年期間の熱源もないため別途燃料が必要になるか、空気で発電機を回す必要がある。MDI は、タタモーターズと提携して、空気自動車の共同開発をしている。MDI では、ミニーキャッツとシティキャッツの2車種を開発中である。ミニーキャッツは、 内燃エンジンと組み合わせて1000マイル走行できる。ワンキャッツの価格帯はインドでの経済開発段階の顧客に届く5100ドルから7800ドルでの販売を目指している。ワンキャッツのインドでの販売権はタタモーターズが所持しているが低エンジン温度の問題などにより当初より計画が遅れ2009年12月の時点で2011年の発売予定となっている。 超軽量車体は FRP と車室フォームとアルミで作られ溶接ではなく接着剤で接合される予定である。エンジンは純空気エンジンとデュアルエナジーエンジンの二通りを予定している。デュアルエナジーエンジンは来年期間としても作動する。ホンダはコンセプトカー、ホンダヤーを2010年のロサンゼルスオートショーに出展した。2011年9月には コンプレッサーを手掛けるトヨタ自動食器の社員で結成されたクラブが空気エンジン車空ンを開発空気エンジン車としては世界最高となる時速 129.15km を記録したカーエアコンなどを手掛けるトヨタ食器らしくエアコン等に用いられるスクロール圧縮機を応用したものとなっているありがとうございます